来を描いて、私たち美大生アイドルパレットです。本日司会を務めさせていただくシオンです。キアです。メグです。イエイ、はい、今日は3人だね。3人お団子お揃いで、お揃いです。今日は何をするの、シアンちゃん。今日のお題は好きな〇〇トーク。イエーイ。お題一つに対して3人で20秒サクサクと答えていこうと思います。 OK です。そのお題はメジチが出してくれるので、ね。ま任せて。おすごい出ました。さすが魔法少女。これ魔法少女意味あってます。お菓子。お菓子私はポッポのいちごのやつが好きです。ポテチの幸せバター味グミ。圧倒的グミ。あ、グミ硬いグミ。わかる。何グミ好き一番。ハリボー。ああ、わかる。そういう感じね。20秒間で答えるらしい。早いね。早い。じゃあ次行きます。好きなクリエイター。クリエイター、クリエイターむずい。クリエイターって何。でクリエイターの定義。作曲家とかもクリエイターなの。うん。あ、田中秀和。ギルナさん。えアイマドンナさんっていうイラストですか。めっちゃ早いね。早いね。秒1人6秒です。6秒か。意外と持ち時間が少ないね。はい。次のユーチューバー。バーチャルユーチューバー。ありいっぱいいる。カイダハル。パッと出てこない。私は第五人格の実況をよく見ます。意外と難しいな。お菓子とかは割とパンも出てきたけど、はい。好きな場所。場所ベッド。狭いとこ好き。狭くて暗い場所。押し入れとか。好き。いいね。ドラえもんみたい。次は好きなタイプ。タイプ電気。あ、ポケモンのタイプだよ。はい。私は二次元のキャラだと銀髪とか白髪が好きになりがち。いいね。そうだな。それで言うと私は金髪の子が好きです。いいね。はい。好きな番組。番組、はい。なんかめっちゃいつも見てるってわけじゃないんだけど、昨日見たあの二次コンの冠番組があって、それめっちゃおもろくて。昨日のやつ。番組やっぱあれのかな。あと5秒。いや、テレビないんだけど。アニメとか、アニメ。ああ、あれも違う。好きなピコ。やっぱり好きなアプリ。ミスター、レッセー。バンドリ、第五人格。ゲームだな。うん、ジャントマ。おお。あとツイッター。あ、ツイッター。はい。好きな家電。家電。サーキュレーター。レンジ。助けられてる。サーキュレーター。え、そうだよ。サーキュレーター扇風機じゃなくて。何が好きかな。ヘアアイロン。おお。女子だ。レンジとか言ってた。もう家庭的だね。ね、なんかいろいろ作れるし。はい。ひらがな。ひらがな。ピーとか好き。あー、かわいい。あと目地の目とか。それで言うと破裂音可愛いね。プップとか。プップ。ああ。ゴムプリン。ごめん。形だったらタとかタ。ああ。ナは？え？タじゃなくてナは。ナもいいね。似てるからね。有名人。アイドルの愛沢りさちゃんが好きです。おお。有名人。どの辺が有名なんだろうね。終わっちゃった。有名じゃ謎です。謎です。謎だ。飲み物。メロンソーダー。美味しい。100% のオレンジジュース。いや、ミヤちゃんだわ。シアンは紅茶が好きです。おしゃん。いい。お茶会したい。したい。いや、いいね。リサちゃんとかめっちゃ好きそう。ね、うん、紅茶とかすごい。うん、注いでケーキ切ってこうやって優雅に食べて。確かに。駅。え？
すごい綺麗だ。なるほど。あの江ノ電の江ノ島駅めっちゃ好き。ああ、はいはいはい、うん、次はなんだかな。はい、時間。時間なんかちょっと早く起きれた朝とか、気持ちよくて好き。で、夜の11時の一人で部屋にいる時間あ、私も夜が好きかな。ラスト1枚いきます。映画ありすぎてわかんない。私、三谷幸喜監督の素敵な金縛りっていう映画がめっちゃ好き。知ってる知ってる。面白くて好き。レオン、プロメア。あ、ぴったり。おー、すごい。ちょっと答えられないやつ何個かあったけど、しゅんちゃん謎ですって言い切った時に人間謎結構答えたね。結構答えたね。多い。ね、すごい早かった。ポンポン出たね。またなんか好きなもの深掘りして話してもみたいね。ね、そうだね。有名人とかで。有名人。二人して。ね、どこからが有名人？フォロワー何人からあれ？細かい。楽しかった、うん。ということで、はい、今回の企画はこれで終了です。次もまた見てね。見てね。バイバーイ。